プロ2勝目です。どんな思いですか？嬉しいです。本拠地マツダスタジアムでは初めての勝利となりました。どうでしょうか？そうですね、たくさんのファンの人の前で、勝利を挙げることができてとても嬉しいです。首位タイガースを相手にどんな意識でマウンドに上がったんでしょうか？しっかり振ってくるバッターが多いので、坂倉さんのリード通りに丁寧に投げようと思っていきました。そういう中で隣にいらっしゃいます鈴木誠也選手のホームラン、2回に生まれました。鈴木さん、あの打席振り返ってどうだったでしょうか？そうですね、タワーが頑張ってたんで、なんとか、打ちたいなというふうに思って打席には入っていたので、はい、打ててよかったです。2回の先頭バッターインサイド低めの難しいボールに見えましたけれども、あのバッティングはどうでしたか？いや、もうたまたまで、はい、ファンの皆さんの声援が、はい、ホームランにしてくれました。そしてあの回には2打席目が回ってきました。追加点を取った後でしたけれども、今度は高めのボール、あの打席は振り返ってどうでしたか？いや、もうみんなが、いい場面でつないでくれたんで、積極的に、スイングしていこうっていう思った結果が、ああいう風になったので、はい、よかったです。その7点をもらって玉村さん、中盤以降の投球どうでしたでしょうか？でも落ち着いて投げることができました。特に良かったボールはどのボールでしたか？まっすぐです。磨いてきた部分というのが、そのまっすぐどんなところが成長しているでしょうか？インコースにしっかり投げようと思って日々練習しているので、そこが出てるかなと思います。その玉村投手の投球、改めてライトのポジションから見ていた鈴木さん、どんなふうに見てましたか？いや、もう2年目ですか。いや、そんな若いのに、この一軍の舞台で堂々と投げている姿を見ると、いや、すごいなというふうに思います。ご自身の2年目、20歳の時っていうのもちょっと思い出したりするところありますか？もちろん、はい、照らし合わせる時もありますけど、いや、もうすごいなっていうふうに思います。はい、さあ、これで首位阪神との一戦の初戦を取りました。この後の戦いに向けて、まず玉村さんからお願いします。熱くなりますが、しっかり体調管理をして、野球観戦楽しんでください。そして鈴木さんからも最後にこの後の戦いに向けてお願いします。そうですね、ここまで、こう不甲斐ない試合ばかりで、ファンの皆さんをこう悲しませている試合っていうのはたくさんありますけど、これから、しっかり、みんなで頑張って、皆さんを喜ばせれるような、プレーを、しっかりして、前みたいに、こうすごい声援のある、そういう球場にまたなってもらいたいんで、今はヤジばかりなんで、はい、少しはいい声援が送ってもらえるように、僕たちも頑張っていきたいなと思います。はい、